さっきの動きを明確にするためにスケルトンを使ってお見せしましょう。左膝を床から持ち上げてみましょう。このように骨盤が回転するのがわかります。股関節が90度に曲がっているときはとてもシンプルで明確です。そうするつもりはなくても股関節は自然と後ろに移動します。しかし立っているときのように股関節と膝をまっすぐにすると少しはっきりしなくなります。股関節は前にも後ろにも進めます。では次のビデオに進んでください。